100棟までのブランド戦略、100棟からのブランド戦略というやつですね。はい、いきます、はい、今日持って帰れること、ブランドを確立させる方法、住宅事業を拡大させる方法、そして事業を継続させる方法、こういう形で話をしていきたいと思います。で、私のことを知らない方がちょっと数名だと思うんですけど、いると思うので簡単に言います。46歳です。農業高校出て23までみかん作ってたんですけど、みかんでは食べていけなくなっちゃったので、24歳の時に住宅会社に就職します。その後10年間ぐらい住宅会社にいて、35歳の時にコラボハウスっていう会社を作ります。今11年です。会社の概要、まあ主に愛媛県です。棟数としてはこのような形で伸びてきました、はい。まあ、シンプルハウスっていう愛媛に子会社みたいなのを作っているので、そこも合わすと250棟ぐらいかなと思います。住宅会社をやるのにあたって、3つぐらいのやることというか、を話をします。まず立ち上げの時にやること、その後立ち上げがうまくいったら拡大させること、拡大させたら、維持継続することです。ではまずはじめに、100棟までどうやって持っていくかの話です。立ち上げ時にやることは、もう集客、接客、施工、まあ、住宅会社の場合もこれだけですよね、大きく分けると。集客は、何をするのか、もうイメージ作り。そして、接客、ここはイメージの具現化。お客様がイメージを持って来ていただいたら、それをイメージ通りの接客をしていくということになります。で、最後、設計、施工、まあ、これは住宅会社なんで当たり前なんですけど、安心して家を建てていただく。で、家を完成したら満足してもらえるように頑張る。こんなしょうもないことなんで、メモしなくても大丈夫ですよ。で、集客とは何かっていうと、広告をどうやって出すか、まず知ってもらうかっていうことになります。新聞とかフリーペーパーの紙面広告だったり、そこに折り込み広告を入れたり、あとテレビ CM を出したり、雑誌記事に載せてもらったり、インスタやフェイスブックに載せる。これはあくまで知ってもらう方法です。で、知ってもらった後にお客様が来場していただくので、接客という順位になります。接客としては何をするのか、まあ、相談会という入り口をコラボハウスでよくやってますけど、モデルハウスでもいいです。見学会でもいいです。あと、たまにやってる方で、お客様感謝祭とかを催して紹介を増やすっていうやり方があると思います。あとはまあ工事するだけです。一番初めに集客の段階で広告で何を伝えるのかっていうと、その会社に行った時にどんな打ち合わせをするんだろうっていうイメージを持っていないと、いきなりそこに行って何が行われるか分からなかったら怖いから行けないですよね。だから集客の段階で打ち合わせ風景の写真を使ったり、集客の段階でどういう話をしてもいいのかということを伝えます。で、どういう家が完成するのかです。次に、イメージを持ってきていただいたお客様に対して接客をします。相談会、モデルハウス、見学会、住宅のイベント、感謝祭。ではまず集客のイメージ作りなんですけど、まずはコラボっぽい、まあ、皆さんの会社でもいいんですけど、何々ハウスっぽい、何々ホームっぽいっていうイメージをある程度絞っていきます。コラボハウスという会社では、まあ、10年前の話なんですけど、まあ、僕の家がそこまで愛媛に多くなかったし、白黒ツートンというのも多くなかったし、なので、あ、じゃあボックスで白黒ツートン、もしくは白い箱、黒い箱、こんな家を建っていこう。で、さらに、設計士と作るとか建築家と作るとか、そういったのが流行ってたんで、建築のプロと打ち合わせながら家を作るっていいよね。で、さらにその中でもめちゃめちゃかっこいいっていうと金額が高そうなので、ちょっとかっこいいぐらいにしようということで考えて建てたのがこの程度の家です。まあ、これは私の自宅だったんですけど、まあ、ここで完成見学会をするっていうのをしました。
で、ブランド確立とイメージ確定の具体的な方法。どうやってイメージを固めるかというと、初めは追い込みチラシを入れました。いろんな建物の写真を載せて広告を入れて、でこんな家をいっぱい建ってますよっていう広告です。それでお客様にイメージを持ってきていただいて、じゃあ来場していただきます。来場の際に何をするのかっていうと、私たちが取ったのはモデルハウスを建てるお金がなかったので、相談会、設計士に相談していいよっていう状態を作りました。なので相談会の来場ハードルを下げることが必要でした。このために、入りやすい事務所っていうのを作っていきます。入りやすい事務所、外から中が見えること、空いているのが分かるようにするためにペンダント照明をつけることっていうのを各事務所でやってます。私のインスタとかをフォローしていただいている方だったら最近見てると思うんですけど、パン屋さんを始めてみました。コラボハウスの事務所の作り方と同じパターンでパン屋さんを作ったら流行んじゃねえかなって思ってやってみたら、めちゃめちゃ流行ってます。もうびっくりするぐらい、自分らでも広告なしでここまで人が来るんだっていうぐらいお客様が来ていただいて、パンが買えないっていうクレームとか、パンの製造が全然追いついてない、経営者はアホじゃないかみたいな書き込みを評価昨日されてたらしいです。でその書き込みをいかに今消すかっていうことをこのミーティングとかの山根社長の話もあまり聞かずに後ろで一人でやってるんですけどね、高垣さんが、ね、はい。その次、お客様に来ていただいたらスタッフの接客、雰囲気、ここら辺も作っていくのが経営者の役割だと思います。今私毎朝、今日はちょっとさすがに出れてないんですけど、昨日も朝何時だ6時半ぐらいに出勤して掃除して、パン屋さんのオープン準備して、でパン屋さんのオープンしてお客様接客して、で8時半ぐらいにパン屋さんを出て空港に向かって、ちょっと北海道に旅行に行ってました。で北海道から今帰ってここに来たところです。まあ、こんな事務所でお客様とニコニコしながら打ち合わせする、まあ、設計士の方でもお茶出しをする、なんか楽しそうに打ち合わせする、保育士さんがいて子供と遊んでくれる、こういう設計士さんたちが私たちと打ち合わせをするんだなっていうのが分かるように顔写真とかも出します。若くて楽しそうで意見も、話も合いそうな人たちが揃っています。集合写真にはお年寄りのおじいちゃんとかおばあちゃんとか、おじいちゃんとかおばあちゃんですねとか、なんか偉そうな社長とかが出てくると邪魔なので、35歳以上の人は写真は載りません。35歳以下だけで構成します。次に設計事務所っぽさって何だろうと思ったら、その時にハウスメーカーとは違ってやっぱ手書き図面とか可愛いよねというので、こういったのを考えて図面を描いてます。これもイメージの統一です。そんなイメージを統一して、あ、コラボハウスで家建てようと思ったら、あとは、実際にどういう家を建ててもらうのかの段階で、安心して家を作ってほしい、安心して家を建てていただきたいので、丁寧な家作り、安心感のある家作りっていうのを目指しています。まあ、現場監督の写真だったり、現場でこう一生懸命仕事してそうな写真をカタログだったり広告だったりホームページだったりに使うことで、あ、この人たち真剣に仕事してるなっていうのが分かってもらえると思います。これまたパン屋さんの話になるんですけど、この会社、パン屋さんの経営者はちゃんとしてるのかみたいなことがネットに書かれたんですけど、よくよく考えたら、なんでそのパン屋さんに経営者がいるっていう判断をしたんだろう。ただパン職人さんが一生懸命お金食べて作ったお店で、パン職人さんが一生懸命朝からパンを作ってるんだけど追いつかないっていう状態で思ってもらえば、そんな経営者の判断が甘いみたいな書き込みはされなかったと思うんですけど、今回パン屋さんを作ってそういうふうにネットに書かれて分かったのは、パン職人さんが一生懸命作ってるっぽさを出す前にきちんとしたパン屋さんにしようと思って接客も良くして、お店もきちんと構えてしまったから、なんかね、
職人さんの頑張ってる感がちょっと足りなかったなと思って、そこは今反省しました。今反省しましたというか数時間前に反省したんですね。で、私たちはホラバハウスはどういう感じで工事の安心感を伝えるかっていうので、まずは CM を使ってお客様に安心感を与えています。こういう CM を使ってますっていうのを今からいろいろ流していきます。これ聞こえる？聞こえない？続いて、作っている人が見える安心感を伝える CM。 だからコラボハウスには社員代があります。で、続いて、いろんな人がコラボハウスで家建てれるんだとか、コラボハウスっていろんな家を建ってるんだっていうのを伝えるための CM を2本流します。サーフボットが見える家にしたかったんですよね。存在感が見えるいたしました。しっくりと避難のつもりで優しい家になりました。広い縁側で季節を楽しみたかったんです。家族のみんながのびのび暮らせる家を作りました。太陽の光と風が駆け抜けていく家にしたかったんです。設計士と話せば建てたい家になる。コラボハウス一級建築士事務所。この CM の受けが良かったんで、それの2パターン目を作りました。家っぽくない家を建てたかったんですよね。窓が大きくて大人かわいい家になりました。海のそばでゆっくり暮らせる家にしたかったんです。住んでいて楽しめる家を建てました。和の優しい作りにとことんこだわりました。季節と一緒に過ごせる家になりました。設計士と話せば建てたい家になる。コラボハウス一級建築士事務所。で、こんなことをやってます。会社を作った立ち上げ時のポイントとしては、いきなり CM を作るのは難しいと思うんですけど、集客、イメージ作り、うちの会社はこうですよっていうイメージを広告とかの統一によって、作っていきます。で、接客の際はその広告でもイメージを持ってきていただいたお客様に対して、あ、イメージ通りだなっていう状態を作ります。なんか設計士さんってお客さんからするとどうなの、笑顔で広告とかに出てるんだったら、来ていただいた時も笑顔で歓迎するとか、あとどんな話でも聞いてあげるとか、でおしゃれな格好をさせるとか、そういったのも広告でを見てきていただいたお客様がそのイメージ通りだなこの人たちって素直に思ってもらえるような流れを作ることが必要です。で、最後、設計施工はそのままですね。とにかくきちんと家建てましょうっていうだけです。